演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら、今年もやってきましたミスターノーナスクリスマス。今年もピカチュウが登場してるんですね。あー、かわいいな。というわけで本日はこちらを食べていきたいと思います。あとリースから今まで出たことないリースレッドとこの前出たポンデザクショコラ、そして今日たまたま見つけたこちらのココナッツチョコリング、なんかハロウィンの残党のような気がしますね。なので、もしですね、ピカチュウドーナツは去年も食べたんですけど今年も食べてみたいと思います。あんまり去年やらないんですけどね。あとタピオカドリンクとかも出てるんですが、そちらはソーダで私炭酸飲めないので、どうか気になる方は自分のご自分の口でチェックしてくださいね。それでは、まずはこのレッドリースからいただきます。ストロベリーとはまた違うのかな。今年もピカチュウドーナツ、モンスターボールドーナツに私の心がゲットされていました。これが美味しいんだよね。もっとゲットされたい。最初に食べたポンデリースレッドは今までのストロベリーチョコとはちょっと違って、ストロベリーよりもチョコよりもダイレクトにイチゴの甘さがじわっと口の中に広がってきましたね。なのでこっちの方が自分は好きかなと思います。ココナッツチョコにはさっくりとしふんわりとしたシンプルなイーストドーナツ生地にサクッとした味があってとても美味しかったですが、ちょっとココナッツは良かったかなという気がしますね。そしてポンデザクショコラはザクッザクッとした音がもちもちのしたポンデリングの手にとってもよく合っていて、ぜひレギュラー化してほしいと思えるぐらい美味しい商品でした。というわけでポケモンドーナツ以外ではこちらが一番好きですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そしてポケモンドーナツ、コーラこちらのまずピカチュウドーナツにつきましては、去年同様ピカチュウのバンドがチョコレートの香りがよく漂ってきて、サクサクとしたふわりとした生地がとっても美味しかったです。あっさりなのができましたね。去年よりもバナナを強く感じられた気がしますね。そして去年はイーストドーナツだったモンスターボールドーナツがポンデリングになったことでもちもちとした食感が入ってとっても美味しかったです。ちょっとボールからは外れる気がしますけどね。自分の味覚もゲットされちゃいました。そしてピカチュウの尻尾という名前が付けられたフレンチクルーラー、こちらはサクサクとしたフレンチクルーラーの生地がピカチュウのやつとはまた違った味わいを出していてとっても美味しかったです。あんまり遊ぶのは良くないんですけどこんな感じなんで、というわけでこちらも美味しかったですが、やっぱり今ピカチュウドーナツはバナナの香りが一番ふわっと香ってきて好きでしたね。というわけで今年もポケモンドーナツはピカチュウドーナツをこちらの点数とさせていただきます。まさに皆さんみんなでパーティーできましたね。タピオカドリンクは本当に炭酸なのが残念ですね。で、本日はまだ終わりじゃないんですよね。こちら4種類のパスタも食べたいと思います。最近取り扱い始めたんですよね。で、一部の店舗では取り扱わない商品なのですが、皆さんの近所にもあるといいですね。まあ、それは美味しかったなと話しかと、クリーム系が2つにトマト系が2つですね。あれ、名前忘れた、情けない。ではちょっと名前忘れちゃいましたけど、こちらのトマト系からいただきます。のパスタ、ドーナツとはまた違った美味しさがあっていいですね。もっと広まればいいのに。あともっと種類も出てほしい。最初に食べた2種類はどちらもベーコンにパスタという組み合わせで、中に入るソースは違いません。トマトの方は酸味系でさっぱりしていて、カルボナーラの方は濃厚なソースと絡んでとっても美味しかったです。どちらかというとカルボナーラの方がやっぱり好きですね。濃厚で辛みが良かったので。そして3つ目に食べたもう1つのトマト系、あれ確かアラビアータだと思うんですよね。本当名前を覚えてなくて申し訳ないです。こちらは私が食べたトマトソース
とまた違った美味しさがありましたね。で中に入っている鶏肉も肉厚で食べ応えがあって、噛んだ瞬間に旨味がブワッと広がっていたのがとても美味しい。で最後に食べた鶏肉、あれ多分クラムチャウダーの使ってると思うんですね。海鮮の旨味が噛んだ瞬間にふわっと広がってきました。中にマサリとか入っていましたし、クラムチャウダーの中にパスタを入れている、それはこういう感じですね。まあそのまますぎるか。海鮮の旨味がパスタとともに口の中にふわっと広がっていて、とっても美味しかったです。というわけで、パスタをお気に入りで言うなら、アラビアータ、クラムチャウダー、カルボナーラ、トマトソースかな。というわけで、本日はミスドのポケモンドーナツとパスタをいろいろ食べてみました。今年もミスドでパーティーいいかもしれませんね。皆さんはもう旅に出られたんですか？自分は旅に出る時間すらありませんよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。